この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。黒猫魔術店の魔女のミツネコです。今日は自宅から、魔女のとっても美味しい魔女印のクッキーをご紹介したいと思います。今回作るクッキーは今ここに、小麦粉とあと米粉が一定の割合でもうすでに測って用意されています。この中にこっちのグラニュー糖、これはグラニュー糖なんですけれども、なんかいろんな砂糖を試してみたんですけど、粉糖とかグラニュー糖とか三温糖とか白糖とかいろいろ試して、やっぱグラニュー糖が私の食感が一番好きだったなと思うので、グラニュー糖を採用しています。でそれがすでにもう混ぜてあるっていう状態です。はい、でこの中に、バターを入れていきます。バターを入れてください。はい、でバターは、はい、じゃあこの混ぜてください。バターはこの、ここにもある通り、食塩不使用のバターを使っています。 200g ここに入っています。で今混ぜてもらってるんですけど、バターってクッキー作るとき普通、例えばレンジでチンしてからある程度ね柔らかくしてから生地っていうか粉と混ぜると思うんですけど、なんかいろんなクッキーを作ってみたんですけど、あんまりそれだと私のいいなって美味しいなって感じる食感が生まれなかったので、このまま入れて、タルト生地を作る時みたいに、粉とバターを手でこう混ぜ合わせていく、練り込んでいくみたいな、はい、そんな形で混ぜていきたいと思います。で塊ごと入れると混ざりにくいんじゃないかって思う人いるかもしれないんですけど、なんかまあ最初のうちはちゃんと包丁でバター切ってたんですよ。切ってたんですけど、なんか逆に混ざらなくて、だからこの塊の方がこう手の熱でちょっとずつちょっとずつ溶かしながら混ぜることができるのですごく良かったんですよね。だから塊で入れています。でお分かりのようにバター 200g を使ったレシピになるので、かなり量が多くできちゃうんですけど、生地がね、生地多くできちゃうんですけど、ご家庭のオーブンに合わせて生地焼くときに切っていただいて、残りの生地は冷凍保存もできるので、うちの場合だと生地はもう一気に作っちゃってます。はい、バター 200g だと切りいいのでね、包丁でバター切る必要もないのでこのやり方でいつもやっています。はい、ちょっとアップで見ていきたいと思います。粉をバターにのせて、バターナイフのように親指を反らせてですね、ちょっとずつバターを削って粉と合わせてっていうことをしています。はい、バターはこんな感じで今だいぶ削れてきていますね。はい、じゃあ戻して続けてみましょう。親指の腹でバターナイフのようにしてどんどん削って、ちょっとずつ粉と合わせていきます。バターが全て塊がなくなってきて、このようなサラサラな状態になってきます。
でもまだ若干ちょっと小さな塊が残っているので、このように手で生地を粉をこすり合わせながらどんどん細かくサラサラになる状態にしていきます。これがクッキーのサクッという食感になりますので、ぜひサラサラになるまでやってください。若干だったら塊残っても大丈夫なんですが、あんまり残りすぎるとそこだけバターの塊になってしまって、焼いた時食べる時にちょっと口どけがちょっと変な感じになります。こうなんか粉チーズのようにですね、パラパラな感じになります。手でこすり合わせる時には、今素手でやってるんですけど、ぜひ素手でやってほしいですね。汚れとか気にせずに素手でやってほしいし、あとちょっと大きめのボウルでやっていただいた方がいいと思います。では全体的にこのように混ざったらですね、次に卵を入れていきたいと思います。卵を入れるときは真ん中にちょっとくぼみを作っていただいて、卵入れます。一気に全部入れます。でこれで混ぜていきます。あまり練らないように気をつけながら混ぜていきましょう。こんな感じですね。これがどんどん今パラパラの粉なんですけど固まっていきますので、手にもちょっと若干くっついてくると思いますが、気にせずやっていきましょう。はい、こんな感じでさっきよりも全体的に黄色っぽくなったのがお分かりでしょうか。全体的に今混ぜて卵をまぶしたような状態です。なんかチャーハン作る時みたいに、ご飯に全部卵がコーティングされましたみたいな、そんな状態になってます。で、黄色くこんな感じで黄色っぽくなったら、今度は力をかけて一塊にしていきます。こんな感じですぐ一塊になると思います。はい、こんな感じでひとまとめしますね。ここでも練るんではなくて、あくまでも一塊にするという感じでやっていきますね。適当に半分くらいに割っていただいて、で丸めていただきます。はい、伸ばしの台の上で綿棒を使って生地を伸ばしていきます。その時にラップを上下に敷くとですね、生地が綿棒にも台にもくっつかなくていいと思います。で、大体、お好みの厚さでいいんですけど、1センチから 1.5 センチくらいかなの厚さで私は作ってます。あまり薄すぎるとなんか食感があんまり良くなかったりするので、でもちょっと厚すぎると今度ちょっと中が生っぽくなっちゃうので、だいたいこのくらいの厚さにしています。わかるかな、このくらいの厚さにしています。でこれを2つ、今玉ができてるので2枚ですね、2枚伸ばして冷蔵庫でまた冷やしておきます。では冷蔵庫で冷やしておいたクッキー生地をカットして天板に並べていきます。でこの間にオーブンを予熱しておきます。うちの場合はオーブンちょっとなんか設定よりも低くなってしまう設定なので、200度で30分焼く設定で今予熱しています。でラップがこんな感じになってるんですけど、
今回はキューブの形で切っていくので、ちょっといらない端っこは切り落とし、まあ、これも焼いちゃうんですけど、まあ、大体このくらいですかね。こう切ってもらって、で横から、まあ、四角キャラメルのような感じで切っていって、で、天板に並べていきます。この作業を続けていきます。並べてください。でもし、1段とかで天板が 1段とかで焼くよっていう人は、例えばこの生地が残りましたっていう時にラップして、あとは冷凍庫で保存することができます。なので1回で焼くオーブンの、まあ、容量であったりとかに合わせて焼いてみてください。端っこは私はめんどくさいのでこのまま焼いちゃうんですけど、なんかちゃんとめんどくさくないっていう人はもう一回端っこは端っこだけで練り合わせて、でした形に成形して焼くのはもちろん良いですね。一番良いと思います。でも私は面倒くさないのでそのまま焼いちゃうんですけど、はい、こんな感じで、クッキーが並びました。で割と結構こう密集して隙間なく並んでる感じなんですけど、ベーキングパウダーは入ってないのでこれ以上はそんなに膨らみません。なのでこのくらい密集させてもまあまあ大丈夫かなと思います。火の通りも、まあ、そんな気にしなくても割と通ります。30分も焼くしね。なのでこの後余熱が終わったオーブンに入れたいと思います。オーブン200度で30分焼き上がったクッキーがこちらになります。仕上がりの目安なんですけど、全体的な焦げ目がつくとかじゃなくて、縁のところだけきつね色になるくらいですね。で焼き上がりの、そうですね、大体5分前くらいからすごくクッキーのいい香りがしてくるっていうのも目安かなって思います。で今回はこんな感じで今まだ天板の上にいるんですけど、このまま粗熱が取れたら何かキャニスターとかタッパーとかで閉まっていただいて、湿度をね保っていただいた方がいいと思います。でクッキーは、まあ、すぐよりも一晩くらい置いた方が美味しいかなって私は思います。このままでも全然美味しいんですけどね、うん、ただちょっと熱くて風味を感じないかなっていうところなので、冷ましてから召し上がれる、られるといいと思います。噛んだ。はい、プレーンの米粉クッキー、私の中ではすごく黄金のクッキーの作り方でした。お菓子作りに詳しい方なんかはこれはクッキーじゃないタルト生地だっておっしゃる方がいると思うんですけど、私はタルト生地の方が好きなので、はい、クッキーといえばこちらになります。で同じようなやり方でもちろんタルト生地を作ることができます。ちょっとだけ穴を開けたりする工程なんかが挟まるんですけど、まあ味的にはこれと同じことになりますね。であとはこのクッキー生地を、レアチーズケーキの底に敷いたりなんかも私はしますね、はい、この焼き上がったのを砕いてレアチーズのケーキの底に敷いても大丈夫です。ここにハーブとかスパイスとかいろんなものを混ぜることによってラブポーションとかいろんな金運とかでも全然使えるんですけど、いろんな味を楽しみながら魔術を行うこともできますので、そちらもぜひやってみたい方はご参考になさってください。それではご視聴どうもありがとうございました。みつねこでした。